ジョシア・レノルズによる肖像画1760年が、初代グローブナー伯爵、リチャード・グローブナーは、グレート・ブリテン王国の政治家。第6代順団シサー・ロバート・グローブナーと、JNO の息子として、1731年6月18日に生まれた。1748年10月25日に、オックスフォード大学、オリオル・カレッジに入学。 1751年7月2日に MA の学位を1754年7月2日に DCL の学位を習得した。1754年イギリス総選挙でシティオブ・チェスター選挙区から出馬して当選。翌1755年8月1日に父が死去すると順断爵位を継承した。議会では最初は父と 同じくトーリー島に属したが、七百五十六年末に、ダイピットが政権を握ると、ダイピットを支持し、七百五十八年には、ダイピットと、初代入荷する公爵、トマス・ペラムイコールホールズの連立内閣である、第二次入荷する公爵内閣を、我が国の誉れと形容した。そして、グローブナーは七百六十一年四月八日に、グレートブリテン貴族であるチェシャーにおける、 イートンのグローブナー男爵に除されたが、ホレス・ウォルポールによるとこの除釈は、ダイ・ピットが推薦したことだった。同年9月には、ジョージ三世への戴冠式に参加した。貴族院では1761年11月3日に、初登院したが、ダイ・ピットへの指示を取りやめ、1762年に、ビュート伯爵内閣が成立した時は、ダイ・ピットが野党の立場を取ったのに対し、 グローブナーは内閣を支持し、続くグレンビル内閣も支持した。第一次ロッキンガム公爵内閣では、野党の一員として1765年院司法の廃止に反対、大ピットがチャタム伯爵に上された後再び政権を握ったチャタム伯爵内閣では、大ピットを支持した。ノース内閣期のアメリカ独立戦争をめぐり、戦争遂行を支持したが、 1780年に、チェシャー党官への就任を申請して却下されると、政権への積極的な支持を取りやめた。1783年末に、チャールズ・ジェームズ・フォックスが提出した東インド法案に反対票を投じた後、ショーピットの推薦を受けて1784年7月5日に、グレートブリテン貴族である、 グローブナー伯爵とチェシャーにおけるベルグレーブ施策に上された。晩年に政界における影響力を息子ロバートに委ねた。ウィリアム・ギフォード事業だったイートンホールに加えて1758年にエクルズトンやベルグレーブの領地を購入。1759年にはチェスター市長を務めた。1764年7月19日、ヘンリエッタ・バーノンと結婚。4。 男を設けたが、三男以外の三人は創生した。ホレス・ウォルポールはヘンリエッタを適度の美貌、学識のない、虚栄心の過大な女性と形容したが、ヘンリエッタはジョージ三世紀の弟にあたるカンバーランド公爵ヘンリー・フレデリックの注目を受け、二人はたちまち不倫関係になった。1769年11月に不倫関係が露見すると、グローブナーは、 カンバーランド公爵を訴え、1770年7月の判決で1万ポンドの賠償金を勝ち取った。グローブナー自身も愛人を抱えたため、離婚訴訟を提起できなかったが、ヘンリエットに毎年1200ポンド支払うことを条件として1772年に別居した。1777年2月13日、王立教会フェローに選出された。文学面においては、 ウィリアム・ギフォードのパトロンになったほか、1788年夏に息子、ロバートの成人を祝って、イートンホールで、連日のようにパーティーを開催し、そこで発表された文学著作を、翌1789年に、ザイートン・クロニクル、オア・ザ・ソルト・ボックスとして、チェスターで出版した。1802年8月5日にアールズ・コートで、死去、15日に、 チェシャーのエクルズトンで埋葬された。息子ロバートが爵位を継承した。スタップスによるジム・クラックの思想、ニューマーケット競馬場にて、後方を走っている4頭のうち、先頭がジム・クラック。3番手の影の馬は、グローブナー白尺の明るい大色の服飾で描かれており、ボレアスという馬と見られる。この絵は後に、史上3位の高値がついた。 初代グローブナー伯爵は、競馬好きで、知られた。1761年に爵位を授かった時、儀式をすっぽかして、ニューマーケットに調教を見に行っていた。ホレスウォルポールはその時のことを次のように記している。グローブナー教が授かったのは、失爵位だったか断爵位だったか、私はよく知らないが、本人も知らないだろう。昨日は、本来、王の手に切するべきところ、 調教を見にニューマーケットに行っていたのだから、莫大な資産を競馬に惜しみなく注ぎ込み、金を使った規模では18世紀後半の人物としては、イグリモンと伯爵と双壁をなす。生涯で競馬に費やした資産は20万ポンドとも、25万ポンドとも30万ポンドとも、言われ、最も気前の良い競馬の被護者の一人と評される。その総額のかなりの部分は賭けに費やしたとも言う。 しかし、金遣いが荒く、手元不匂意のこともたびたびあった。ある時、ニューマーケット競馬場で第4代アビンドン白尺、ウィロビーバーティと3000ギニーをかけた、マッチレースを予定していたのに、持ち合わせがなく危うく、レースが不成立になりかけた。グローブナー白尺は、主戦奴で有名なとある人物から金を借りて、レースを実現させた。 グローブナー伯爵が買ったのを見届けた金貸しは、と立派くれがないように、ニューマーケット競馬場の垣根を馬で飛び越えて金を回収しに来たという。グローブナー伯爵は競馬に金を使いすぎて、資産を減らし、晩年には、競馬で使う金は、かなり控えめになったとも伝わる。グローブナー伯爵は、ロンドンのウエストエンド地区の大部分を所有していた。1766年には、 所有していたハイドパーク近くの土地の一角をリチャードタタソールに貸し出した。タタソールはここで毎週2回馬のセリー市を開くようになった。1773年にはキングストン公爵の死去に伴いその所有場の売却を一手で請け負い大掛かりなセリー市を実施して有名になった。これが後のタタソール社となった。グローブナー伯爵は 馬描きジョージ・スタップスのパトロンとしても知られている。中でも、スタップスが描いたジム・クラックの思想を、ニューマーケット競馬場にてのうち1点を所有し、ニューマーケットのジョッキークラブの会員室に飾っていた。この作品は2011年にクリスティーズで競売にかけられ、2244万1250ポンドの値がつき、オールドマスターとしては史上3番目の高値となった。 王室賞など十一賞を挙げた、マンブリーの千七百七十三年から三年間無敗を誇った、スイートブライアー・グローブナー家は、代々競馬好きで、知られ、叔父の第四代順段尺者アーリーチャード・グローブナーの所有馬が、描かれた千七百二十四年の絵画も現存する。とりわけ初代グローブナー伯爵は十八世紀後半の、競馬界で最も多くの競争馬を所有する最大の、 場所だった。これに挑んだのが、大太子時代のジョージ四世で、1791年に、ジョージは、グローブナー伯爵の32頭を超える39頭の競争馬を登録して、英国1位となった。1760年代に、イギリスで最も活躍した競争馬がジムクラックで、グローブナー伯爵はこの馬を1769年に、バンベリー卿から買い取った。 売り値は1200ギニーだったが、グローブナー伯爵は500ギニーを追加して1700ギニーを支払ったと伝わる。グローブナー伯爵がジムクラックを買い取った目的は、当時最強と言われた、この馬の肖像画を描かせるにあたり、自分の勝負服で描かせたかったからだと伝わる。1768年生まれのマンブリーノは、グローブナー伯爵の所有馬として、王室賞など11賞を挙げた。 任した相手には、フロリゼルなどがいる。スイートブライアーもグローブナー伯爵の所有場で、1773年から1775年に、かけて、生涯無敗の活躍をした。1778年にはグローブナーは、ポテートーズという馬を第四代アービンドン伯爵、ビロビーバーティより1500ギニーで購入。グローブナー所有を示す黄色と黒の勝負服のもで、 多数の競争で優勝させた。1770年代に始まったクラシック競争では、1781年に第3回オークスをフェースで勝ったのを皮切りに、1782年セレス、1783年メイドオブジュオークスと3連覇した。一方ダービーでは1784年、1785年、 1786年、1788年と2着を繰り返し、なかなか勝てなかった。しかし1790年に自家製サンバのラダマントスで初優勝を飾ると、1792年ジョンブル、1794年ディーダラスと三勝をあげた。このうち、ラダマントスとディーダラスは全兄弟である。この後さらにオークスを1797年にけ、 1799年、ベッリーナで勝ち、5勝とした。タネボは、グローブナーズ・アラビアンとバテー・グローブナー白尺は、ロンドンのハイド・パークや、ニューマーケットに近いケンブリッジ州ベルシャムのオックスクルフト牧場を所有しており、さらに本領である、チェシャー州イートンにイートン牧場を開設した。これは英国を代表する競争場生産牧場として有名になった。 同時代においては、最も偉大な競争場生産者と言われ、18世紀のジェネラルスタッド・ブックには、グローブナー教の競争場用牧場は、比類のないものであると記されている。グローブナー伯爵が、つなぎをした最初期の種母場では、クリゲのアラブ場が知られており、ジョージ・スタップスが描いた、肖像画が残されている。 グローブナー伯爵の種ボバとして1760年代から1770年代に多数の参考を出し、中でもユーラルスという馬は王室賞を4勝をした。しかしグローブナーズアラビアンの子孫は途絶えてしまい、サラブレッド決闘書には記載されていない。オックスクルフト牧場にはジムクラックやマンブリーのスイートブライヤーが種ボバとしてつなぎをされた。 ジムクラックの種付け量は、最盛期で30ギニー、マンブリーノが15ギニー、スイートブライヤーは25ギニーだった。マンブリーノは、競争場よりは、両気場や乗用馬車ゃの種ボバとして成功した。サンクのメッセンジャーは、アメリカ合衆国で、種ボバとして成功した。1783年には現役を退りいた、ポテートーズを、オックスクルフト牧場で、種ボバにすると、 大成功を収め、生涯で172頭の勝馬を送り出し、6万2二千ポンドを稼ぎ出している。グローブナー伯爵のジム・クラックのオスコマ、タイア・ウィンドン伯爵のカーディナル・オブ・ヨーク号とのマッチレースでのこと。垣根は、正確にはニューマーケット競馬場を横切るデビルズ・ダイクという古道の垣根。初代グローブナー伯爵より前に最大の馬主だった人物は、 ジェニソン・シャフトというが、この人物は1771年5月31日に大きな賭けに負けてピストル自殺をした。この結果、グローブナー伯爵が最大の場所になった。ジム・クラックは5人の場所の間を渡り歩いており、ジム・クラックを描いた様々な絵画では様々な勝負服で描かれている。同じ構図で勝負服だけが異なる作品も残されている。 生産者は、ジョン・アトキンソン、エスク、というが、この人物が救世したため、グローブナー伯爵が買い取った。ありがとうございます。